はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、今現在の私の派遣契約が終了するというお話です。先日派遣会社からメールにて連絡がありました。内容は、今現在私が行っている業務の契約期間が来月5月31日で終了するというものでした。以前の動画でもお話ししましたが、予想通り来月での終了が確定しました。私が今いる会社には2021年の6月からハローワークでの紹介で働き始めました。その間2度ほど会社内での部署移動を経験し、契約期間も次々と延長してもらい、去年の年明けには本当死ぬほどの忙しさも味わいました。まあ逆にそこで得た残業代があったからこそ、その後の東京にTWICEのコンサートを見に行くこともできましたが、最近はもっぱら仕事も落ち着いた状況が続いていたので、予想通り5月末での終了が決定しました。これ以上の契約の延長およびここでの正社員になることもありえません。じゃあ6月以降の仕事の予定はと聞かれたら、今現在の段階では何も決まってません。はい、過去の動画でお話ししたと思うのですが、私は今後再び正社員になるつもりはありません。雇用契約期間のある派遣じゃなくて無期契約の正社員の方がずっと働けていいんじゃないの？私は将来的には個人事業主として生計を立てていきたいと思っております。なぜ正社員ではなく個人事業主を選ぶのかは、その理由は、いつの日か個人事業主で成功したらお話ししたいと思います。ただ今現在の進捗状況としては 0% なので、いつ実現するかは分かりません。なのでとりあえず5月中に次の仕事を探しつつ、6月以降も何がしかの派遣の仕事をしつつ、そして次の段階に向かいたいと思ってます。ということで、こんな派遣社員に興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。